やっほー、あやです。はい、ということでこの挨拶は本当に私的に久しぶりなんですけど、皆さん久々に聞きませんでしたか？私だけですよね、多分。沖縄の動画が出てから初の個人撮影なんですよ。何日ぶり？わかんない、もうさ。じゃあ一個話したいことがあって、まずね。とりあえずサラダね。最近ちょっと食べ過ぎてちょっと太ったんで、今日からまたサラダをスタートするんですけど、カメラがぶっ壊れたって言ったじゃないですか。カメラ屋に持ってったのね、そのカメラを。そしたらなんか、原因不明の故障って言われて、今、カメラがないの。もう修理に出しちゃってて。で、あと1ヶ月ぐらいないのかな。だからこれからね、多分長らくちょっと携帯での撮影になっちゃうんですけど、申し訳ありません。で、まあ、久々のね、撮影なんですよ、今日。マジで1週間ぶりとか。本当にね、除霊のやつ、とわの除霊で、すごい、あやの心配もすごいしてくれる方がたくさんいて、あやちゃんは大丈夫ですかみたいな。あやちゃんもちゃんと除霊してください、みたいな。結構来たんですけど、あの後は、とわが除霊してから、本当に私も、なんもなくなって、とわと会った時は結構会ったりしてたんだけど、とわが除霊してから私もマジならなくなって、もう本当に全然大丈夫なんで、あとアマゾンで、その、お清めスプレーも買ったし、大丈夫かなみたいな。私結構ついてるさ、なんていうの、神みたいな霊みたいなのが強いって言われてるから大丈夫な気がする。私最近はマジでテディベアいるからなんか怖さない。この間なんかちょっと怖いこと起きて、普通に打ち合わせがあって、その後に買い物して美容院行った日があったのね。普通に16時ぐらいに家出て、まあ普通に全部終わらせて、美容院でもう帰ろうっていう時に、知らない電話番号から電話来たの。はいって言って、セコムですって言われて。で、うちんちセコムついてるんだけど、え、怖っと思って、中町さんのお宅で間違いないですかみたいな。で、ワンちゃん飼われてますかみたいな言われて、あ、はい、みたいな言ったら、夕方の17時からずっとワンちゃんが吠え続けてます、みたいな。電話が来たの。え？みたいな。超心配なんじゃん、そんなの。わかりました、みたいな。今もうすぐ帰るんで、すいません、みたいな。言って、ペットカメラ置いてるんだけど、ペットカメラ見たら、もう注意報みたいなの出てんの。16分間泣き続けてます。何分間泣き続けてます、みたいな。もう注意みたいなのがめっちゃなってて、え？と思って、17時から、帰ったのは夜の9時だったから、4時間ぐらいもう延々と吠え続けてたらしいのね。で、マジで、ベアも本当に吠えないし、人が来ないとね。テディもマジで全く吠えないの。え？と思って、ペットカメラ見たらテディがもう永遠と吠え続けるの。でテディって唯一吠えるのが、知らない人がちょっと近づいてきたりとか、たまに吠えたりするのよ、人に対して。でもそれ以外マジで吠えないんだけど、もう永遠とこのソファーに座りながら、あっちの窓に向かってもう、みたいな感じでもうずっと吠えてんのね。でベアもなんかすごいそれを見張るかのようにずっと隣で見てて、でテディが泣くなんて超珍しいからさ、ワンちゃんこれ泥棒入ったのかなと思ってめっちゃ怖くなって、でペットカメラ見てもさ、人が来ましたっていう人欄があるんだけど、人のとこには人が映ってないのね。だからえっと思ってめっちゃ怖いじゃん、そんなんで勇気振り絞ってさ家入ってさ、でとりあえずベアたちが大丈夫なのかもうこう心配して、でベアたちは全然大丈夫だったんだけど、待ってこれ部屋一つ一つ部屋覗いてって誰かいたらどうしようと思って、でもう勇気を振り絞って全部の部屋さ確認したけどどこにもいなくて、ワンちゃんこれお風呂の上のところにさ隠れてる人とかって いるって言うじゃん、なんかそこにいるんじゃないかと思って そこも勇気を振り絞って見たけど何にもいなくて、えみたいな、何に吠え続けてたんだろうっていう怖い話はあるんですけど、でもそれ以降吠え続けるとかもないから大丈夫なんだけど、その日は4時間ずっと吠え続けてたらしい。怖くない？マジで。めっちゃもう家入るとき超怖かったもん。で、最近は沖縄の動画があったから、あ、ちょっとストックあると思って、個人撮影しないで、結構プライベートで友達と遊ぶことが多くて、一昨日も地元の友達と、あやの別荘行って遊びに行ったんだけど、超楽しくて、小学2年生から友達の子たちと、今でもずっと遊ぶんだけど、本当にね、なんか、落ち着くんだよね。何も考えずにいられる。で、その友達とさ、夜語ったりするじゃん。で、結構みんなさ、彼氏いたんだけど、みんななんか彼氏のさ悩みみたいなのを話してたりとかするとさ、自分はさいろんなところ出かけられないとか堂々とデートできないとかそういうのだったりするけど、周りの友達たちは金銭感覚とかお金の問題とか女関係の問題とかさいろいろあって、なんかみんなそれぞれ悩み事があって、なんか友達はそういう話聞くの好きなのね。人の話聞くの好きなんだけど、楽しかった。人それぞれの悩みがあって。でもそういえばめっちゃ話戻るんだけど、トーワと
と会った時めっちゃ機材壊れるわ。あや今これパッて見て思ったんだけど、まず沖縄ではパソコンが壊れたの。もう治ったんだけど、トーバと沖縄行ってる時にパソコンでアップデートとかギガファイルとかがぶっ壊れて使えなくなっちゃったりとか、パソコン使えなくてトーバに借りたりしてたの。エアポッツも持ってったんだけど片耳だけ聞こえなくて、最悪と思って。結構さ、片耳からしか聞こえないのめっちゃさ気持ち悪いじゃん。うわーもう壊れたと思って新しいの買おうと思ってヘッドホン買ったの。でそれでエアポッツさっきつなげたら治ってんの。トーバと会うと機材が壊れるまだついてるんじゃないでしょうか、なんか機材系の例が。あやって結構動画を見てくれてるファン層的に若い子が多いと思ってたの。だから実際若い子が多いし、中学生、高校生、大学生ぐらいが多いんだけど、その友達から聞くと、うちの親も見てるとか、キャバで働いてる子が多いんだけど、お客さんで見てる人が多いとか、男の人でもね、いたりして、自分よりも上の人とかも見てくれてて、すごい嬉しいと思った。もちろん同い年の人とかも嬉しいんだけど、なんかその年上の人たちが、あやちゃんの私生活を参考にしてるとか、それこそサラダとかダイエットとかファッションとかを参考にして見てるっていう年齢が私よりも上な人が見てくれてるらしくて、めっちゃ参考になるんだよねとか言ってくれてるらしいのね。めっちゃ嬉しいと思って、そういう動画とかも今後出せれたらなって思ってます。あとは私はやっぱ旅行の動画とか、最近ね東亜とね沖縄行ったりとか、なんか暇さえあればちょっと友達と旅行行ったりとか、海外旅行とかが好きで行ってたんだけど、コロナでさ行けなかったじゃんね。国内旅行とか結構最近行ってるんだけど、もう結構さ海外旅行行けるようになってるじゃん、ワクチンとか打ってたりとかしたら。だからこれからなんか海外行く系の動画とかも撮れたらいいなって。ハイライト綺麗じゃない？今思ったんだけど、わかる？こことね、ハイライト今日こことこことここに塗ってんだけど、綺麗じゃない？ハイライト。もう置いといて、これから海外とかも行けたらいいなみたいな感じでは思ってます。なんかさ、今さっきねプロポーズするっていうテレビやってたの。プロポーズする瞬間みたいなね、自分も考えたの。プロポーズどうされたいかなと思ったんだけど、人前系でやるやつ、あれ私ああいうのはちょっと苦手なの。今テレビでやってるのが結構人前でなんかみんなの前で大きな声を出してプロポーズみたいな感じだったんだけど、私は本当に二人きりの時がいい、ね、いや見ててねすごい感動して私泣いちゃったの。泣いちゃったけど自分に置き換えた時に自分はちょっと嫌かもって思った。目立つから。でもさ、ウォーとかなるじゃん。あれはすごい嬉しいんだけど、プロポーズはさすがに二人の静かになんかやりたいなって自分で置き換えた時に思いました。はい。なんかデザートだ。あ、デザートあるんだった。じゃーん、高そうなやつ。こちらフルーツパーラー。渋谷のところあそこに寄って友達の新居祝いを買おうと思って寄ったんですけど、自分のも欲しくなっちゃって買っちゃいました。マスカット、これ一箱5000円ぐらいかな、高くねみたいな。私さフルーツ大好きだからこうやってさたまにさちょっとお高めみたいなやつ買っちゃうんだよ。いただきます。うまっ。なんかめっちゃ美味しいんだけど。しかもね、もういろいろ今話がもうこんなごっちゃごちゃなんだけど、カメラ壊れたって言ったじゃん。で修理出して、まあ修理って言ったから高くても2万ぐらいかなと思ったら4万するって言われて、はみたいな。これも幽霊のせいで壊れてたらちょっとはみたいな、4万返せみたいな感じなんですけど、でも壊れ方が異例っていうかちょっと見たことないので、レンズのなんか中身のところから全部変えないとちょっと治んないですみたいな。普通だったら壊れてるところだけを直せばいいんだけど、原因不明だからその故障の仕方が、だからちょっともう全部変えないとダメですねみたいな感じで言われて、4万しますみたいな、早みたいな。でも新しいカメラを買うよりはさ安く済んだから。私の今の使ってるカメラは10万ぐらいなのね。動画もうさ、 YouTuber なんてさ毎日さカメラ回すわけじゃん。毎日っていうかもうほとんどね。だからもう早めのあった方がいいかなと思ったんだけど、まあ自分の動画だったら、まあ、ちょっとの間ぐらい携帯でまあ撮ってもまあ問題はないかと思って買うのをやめたんだけど。いただきます。マスマスカット、これが本当です。めっちゃいやらしくない？いただきます。マスマスカットとか言ってさ、この高級そうなさ
マスカット出してきたらめっちゃうざいよね。最近またもう衛生がないから、近々スーパー行って最近毎日自炊してるんだけど、そろそろ親のご飯の味を覚えないとなと思って、お袋の味のご飯を自分でも作れるようになりたいと思って、あのお母さんにメニュー聞いて自分で作ったりとか、仲間チキでしか出ないさご飯ってあるわけじゃん、それを学んで自分で作ったりして、お袋の味を今学んでます。ちょっとずつおいで。生ってこりりな。ねえ、あのさ、テディくんのさ、涙焼きが本当に治らないんで、待って、テディ。テディ、あやゆる顔でかいんじゃない？ちょっとほら。ほら！あやと顔の大きさ、同じぐらいなんじゃないの？テディくんは顔が大きいで有名です。あのさ、テディくんのさ、涙焼きが本当に治らないんだけどさ、誰かさ、おすすめとか教えてほしい。本当に多分涙が本当に出やすいタイプで、全然治らないの。ねえ、テディ。こっちに耳なくすとね、白アザラシみたいになる。ほら、テディ、白アザラシ。じゃあベアちゃんもおいで。ベアちゃんも最近動画に映ってなかったでしょ。ほら、ベアちゃんです。あら、お顔がちっちゃい。ベアちゃんはお顔がちっちゃい。ベアちゃんは美人さんですね。テディくんも美人だけど、テディくんはなんか美形って感じ。最近ね、昨日だっけな、友達と別荘行った時に、マジでベアの後ろ姿、アヤそっくりなんだけどって言われて、え、嘘みたいな。最近ベアとアヤめっちゃ似てるんだけどみたいな、動画見ててもめっちゃ思うみたいな言われて、えどこが似てんのって言ったら、首の長さって言われた。この横の首の長さが似てるらしい、後ろ姿とか。あとベアはさ、顔ちっちゃいのね、すごい顔ちっちゃくて首長いから、でアヤもさ首長いからさ、首の長さがマジでアヤとか言われて、えウケるみたいな。ウケるみたいな。まあこんな感じですね。久々の撮影だったんですけど、これから iPhone での撮影になるんですけど、ご了承ください。2週間ぐらいでは治ると思うんですけど、またカメラが治ったら普通にカメラで撮るので、皆さん心配してくださりありがとうございました。私は無事大丈夫なので、はい、というご報告でした。ということで、終わりまーす。バイバーイ。All these people picking sides, I'm just trying to circumnavigate it. Got me thinking, man, this situation getting complicated. Let me tell you, all the 90s, baby, got the juice now. Maybe we're the generation that can understand that the content of the character's the measure of a man. If you got breath up in your lungs and the future's in your hands, we don't stand for no put downs. Now I know we still fam, if you're Pella Brown, we would like to welcome you into the tribe now. Cause we ain't with no moment, they gon' die down or lie down.